皆さんこんこにちは木下グループ所属の木原美優ですと私自身、今回は、まあ、あまり出場する機会はなかったんですけど本当に出場した選手の試合をベンチから見ていて本当にかっこいいなっていう言葉しかないんですけどで最後の中国戦、あの決勝でも,もう出た選手3人が本当にすごいな。あの あの大きな舞台であんなに中国人にプレッシャーをかける試合ができたことは本当にすごいなって思うので、まあ、もし次まあ、自分が出れる時にはあれ以上のプレーをしたいと思っています。応援ありがとうございました。はいえっとま、まあ、決勝の舞台でのあの中国選手のプレーぶりは本当にまあ、いつも 強いなっていう言葉しか出てこないんですけど、まあ、今回はあそこまで追い詰められている中での、まあ、スン・イシャ選手の、うんまあ、いつも通りのプレーだったりそれ以上に強いプレーができているところが本当に、うんまあ、自分にも勉強になりましたし、まあ、どういうメンタルで。あの 決勝の舞台でプレッシャーのある中でどうやってあのプレーができてるのかなというのはちょっと疑問なんですけど、まあ、本当に、まあ、でベンチから応援している、まあ、日本チームも、まあ、中国チームも本当に気合が入った応援があってあこれが世界選手権の決勝なんだなとうう <laughs> 感じることができました。 私は予選リーグの南アフリカ戦を出させてもらって、まあ、順調に勝てたことは良かったんですけどやっぱり、ここ絶対1本,1本取らないといけないって時に、まに、あ、簡単なミスが出てしまったことが一番の悪いところかなって感じたので、まあ、今後はそういうところを簡単にミスしないように練習をしていきたいです。